江戸の下町、その狭い路地に面した小さな道場。その名を鶴亀館といい、ここに石田平蔵という剣術家が住んでいた。彼は厳格なる師であり、その門下生の中でも特に優れた才を持つ者が、若き侍、柳沢信夫だった。信夫は若さゆえの情熱と剣の腕を持ちながらも、何かが足りないと感じていた。それは内なる葛藤であり、まだ見ぬ自分自身への探求でもあった。日々、平蔵の厳しい指導の下で剣を磨き、自らの心と向き合っていた。ある日、信夫は下町の路地で謎の女剣士と出会う。その姿は月明かりに照らされ、まるでおぼろのように美しくも怪しげだった。彼女の名はおぼろ月姫という、彼女の剣の腕前に圧倒されながらも、信夫は彼女の持つ謎めいた雰囲気に引き込まれていった。君も剣の道を歩むのか、おぼろ月姫が問うと、信夫は緊張しながらも堂々と答えた。はい、柳沢信夫と申します。剣術を磨く日々を送っております。彼女の眼差しは鋭く、信夫の心を見透かすかのようだった。では、その剣、見せてもらおうか。信夫は自信を持って刀を抜くと、構えを取った。おぼろ月姫もまた、美しき剣舞を披露した。その一瞬一瞬が、二人の間に不思議なつながりを生み出していく。剣の音が響き渡り、月明かりの下で二人の戦いは続く。その刹那、信夫は何かを感じ取った。おぼろ月姫の剣に秘められた孤独な闘志、そして彼女の心に宿る何かが彼の心を揺さぶった。戦いの後、二人は静かに立ち尽くす。信夫は彼女の正体に興味を持ちながらも、まだ彼女の持つ謎に迫ることはできなかった。その場には、言葉がなく、ただ月の光が彼らをくるみ込んでいた。また会う日までと言い残し、おぼろ月姫は姿を消した。彼女の姿は風に舞い、その謎はますます深まった。信夫は、この出会いが彼の剣術だけでなく、人としての成長にも大きな影響を与えることを感じた。そして彼は師匠の平蔵の下での修行を続ける決意を新たにした。おぼろ月姫との開口から数日が経ち、信夫の心は彼女の謎めいた姿を離れることができなかった。一方で彼は師匠の平蔵から新たなる使命を託されていた。ある日、鶴亀館にて、平蔵は信夫に厳格な表情で語りかけた。信夫よ、お前に新たなる試練が待っている。この下町には、巧妙なるものが潜んでおり、それが我らの安寧を脅かす。そのものを探し出せ。信夫は師匠の命に胸を熱くし、彼の指示に従い、下町の闇を探索し始めた。その中で彼は、おぼろ月姫と再び出会う。君か？なぜここに？信夫が尋ねると、おぼろ月姫は微笑みながら答えた。私もまた、この下町の闇を探っているの。彼女の言葉に、信夫は彼女が持つ謎めいた過去を感じ取った。しかし彼女の姿勢には何かが変わり、彼女の剣には以前よりも深い決意が宿っているように感じた。お前と私は敵同士でも、それとも信夫が言葉を詰まらせると、おぼろ月姫は静かに首を振った。私たちの因縁は、まだ終わっていない。二人の間には、愛しさと対立が入り混じり、彼らの運命が交錯し始めていた。そして、信夫は彼女の言葉を胸に刻み彼女の謎めいた過去に迫る覚悟を決めた。信夫は、おぼろ月姫の謎めいた過去と彼女が背負う重荷を知るべく、探求を深めていった。一方で、平蔵の指令に従い彼は巨大な陰謀の火中に巻き込まれていくのだった。ある晩、信夫は下町の片隅で、おぼろ月姫との対峙を迎える。彼女の剣は激しく舞い、闇の中で響くその音は、信夫の心を揺さぶった。おぼろ月姫よ、私は君の過去を知りたい。なぜこんなにも孤独な戦いをしているのか。信夫が問うと彼女の瞳には悲しみが宿っていた。私の過去は、君には関係ない。ただ、私はこの闇と戦い続けるしかない。彼女の言葉は切なく、信夫の心を打つものがあった。しかし、彼は彼女の孤独な戦いを理解し彼女の味方になる決意を固めた。一方で、平蔵の指令に従い、信夫は下町の闇の中に潜む敵を追い詰めていた。その敵の正体は、想像を絶するほどの陰謀を巡らせ、平和を脅かす存在だった。信夫は巧みな剣技と機転を駆使し、敵との激しい戦いに身を投じた。その中で彼は自らの信念を見つめ直し、師匠から授かった剣の道を貫く覚悟を新たにした。おぼろ月姫との対峙、そして巨大な陰謀との戦い。信夫の運命は、まさに今、大きな岐路に立たされていた。信夫とおぼろ月姫の対立は頂点に達し、彼らの間には愛と戦い、そして血の絆が交錯していた。同時に、平蔵の過去とその真実が明らかにされ、信夫の心に大きな影を落とすこととなる。ある夜、信夫はおぼろ月姫と再び対峙する。彼女の剣はその刃を輝かせ、闇の中で光を放っていた。彼女の眼差しは悲しみと決意に満ちていた。
信夫よ、この闇の中で何を求める？おぼろ月姫が問うと、信夫は静かに答えた。私は君を理解したい。そして、共にこの闇と戦いたい。その言葉に、おぼろ月姫の表情にかすかな微笑みが浮かんだ。彼らの間には、愛と戦い、そして生きる意味が交錯していた。一方で、平蔵の過去とその真実が明らかにされる。彼はかつて大いなる罪を犯し、その罪を償うために剣を捧げたのだった。その真実が信夫の心に大きな衝撃を与え、彼の心は揺さぶられた。信夫は、平蔵の過去とおぼろ月姫との因縁を胸に秘めながら彼らとの最後の対決に臨む覚悟を固めた。彼の剣は、師匠の教えを貫き、自らの信念を示す。そして彼らの戦いの結末は、愛と戦い、そして人としての成長が交錯する感動の結末となるのだろう。信夫は自らの信念と剣を持ち、おぼろ月姫との最後の対決に挑んだ。その戦いの中で彼は過去の因縁を乗り越え、未来への道を見つけた。おぼろ月姫との激しい剣撃の末、信夫は彼女の心に届く言葉を見つけた。彼の剣は優美に舞い、その刃は優しく彼女をくるみ込んだ。そして彼らの戦いは、互いの心を通わせることで終結した。おぼろ月姫よ、君との戦いは決して終わらない。しかし、私たちは共に歩もう。彼の言葉に、おぼろ月姫の表情が和らぎ、彼女もまた静かにうなずいた。二人の間には、新たな絆が生まれ、それは彼らを未来へと導く道となった。一方で、平蔵は彼の過去とその真実に向き合い、その罪を償う決意を新たにした。彼の心は平穏を取り戻し、彼は信夫に対し、誇らしい眼差しを向けた。信夫よ、お前は私の誇りだ。そして、これからも剣の道を歩み続けよ。信夫は師匠の言葉を胸に刻み、彼の教えを貫くことを誓った。そして彼の心には新たなる決意が宿り、未来への道を歩む覚悟が満ちていた。物語は感動の結末を迎え、信夫とおぼろ月姫、そして平蔵は、それぞれの道を歩み始めた。彼らの物語は、時代を超えて語り継がれることだろう。